皆様こんにちは。今日も遊びに来てくださりありがとうございます。今回は教会でのヴィンテージフェアや教会の中にある素敵なカフェをご紹介します。購入品紹介もありますので最後までお楽しみいただけたら嬉しいです。